この年大会にスペイン代表としして参加したソラーやアルネラスは1982年9月13日、スペイン、カセルスのバレンシアでアルカンタラで生まれた。アルネラスは11歳の時にマドリードに移り住んだ。ソラーやアルネラスは演劇を学びたかったが、フライトアテンダントとして働き始め、世界各地を飛び回っていた。そのため、 アルネラスは5つの言語を話すことができる。ソラーヤは2005年、スペインのタレントオーディション番組である第4回のオペラシオン・トリー・ンフォに参加し、第2位となった。キケ・サンタンデルのプロデュースによるソラーヤのデビューアルバム、コラゾン・デ・フエゴは2005年12月5日に発売された。アルバムはスペインでプラチナムとなった。2006年11月21日、 ソラーヤは2枚目のアルバム、オチェンタエスを発売した。これは、初の英語によるアルバムであった。アルバムの内容は、1980年代のカバー曲と新曲であった。アルバムからの最初のシングルとなったのは、ローラ・ブラニガンのセルフ・コントロールのカバー曲であった。シングルは、プロムーシッキーデジタル・ソングズのチャートでゴールドとなり、 スペインのカデナ100で首位に立った。アルバムからの2枚目のシングルは、スパーニアのコールメのカバー曲であった。オチェンタ・エスは2007年のスペインで最も成功したアルバムの一つとなり、アルバムチャートで何週にもわたり、トップ10入りを続け、プラチナムとなった。ソラーヤは80年代のヒット曲をより多く盛り込んだ新しいアルバムを発売した。リードシングルは、 ラドルチェビータ。アルバムには、カイリー・ミノーグの、I should be s o lucky, シンディ・ローパーの、Girls Just Want to Have a New r h y の、Sweet Dreams や、リードシングルとなった、イタリアのカシュリアン・パリスの曲のカバー、ドルチェビータなど80年代のヒット曲が収録された。アルバムは、スペインのアルバムチャートで、トップ5入りし、ゴールドとなった。アルバムは、 iTunes UK や生デジタルを通じて、イギリスでも発売された。シンミエドは、ソラーヤの4番目のアルバムである。80年代の楽曲のカバーを脱し、このアルバムでは12曲のオリジナルの曲を収録しており、10曲はスペイン語、2曲は英語の歌詞である。アルバムは、DJ サミーによってプロデュースされ、イトライアントの共演曲、カミナレなどが収録された。 アルバムからの最初のシングルは、シン・ミエドであった。アルバムは、スペインのアルバムチャートでは、定位置の21位からスタートし、ソラーヤのアルバムとしては、過去最低の順位となった。しかしアルバムは17週にわたって、チャート入りし続けた。2008年の末、ソラーヤ・アルネラスは、最新の楽曲、ラノーチ・エスパラミオ、ユーロビジョンソングコンテスト2009のスペイン代表を、 選ぶ国内選考にエントリーした。ソラーヤは2009年2月28日にスペイン代表となることが決定した。ソラーヤはまた2009年のアンドラのユーロビジョンソングコンテストの国内選考にエントリーしていたジャックルシアンとの共演を録音した。二人の初のデュエットはアネスティックと題されたが、 2008年に発売された二人のいずれのアルバムにも収録されなかった。2009年、二人はジャックルシアンの2枚目のアルバムのためにデュエット曲を録音した。ありがとうございます。